どうもジャンヌダルクです。というわけで今回も第五人格やっていくんですけども、日本の方ではサバイバーの祭祀が追加されまして、次回のアップデートがあと9日程度で来るみたいなんですよね。で、次のアップデート何が来るかとか一切情報がなくて、まあおそらく今までがハンターサバイバー、ハンターサバイバーの順で来てるので、まだ未実装のこちらの、タコが追加されるんじゃないかなと、まあ結構いろんなところで言われてるんですけども、まあ結構その話も信憑性が高くて、まあ実際海外の方では祭祀の後ら辺でね、こちらタコが追加されたので、まあそれに沿って来るだろうと、まあ結構いろんな方が言ってるんですけども、他の方の考えで面白いのがありまして、まあ今海外ではハンターの後にサバイバーが追加されてから、一回他のキャラクターの強化とナーフパッチが入ってから、またサバイバーが追加されたんですよね。だからまあ分かりやすく言うと、ハンターサバイバーサバイバーみたいな形でハンターをちょっと一回飛ばしちゃったんですよね。まあそういったところ新しいキャラクターが追加されてるんで、こちらもまたね紹介していくんですけども、まあちょっと面白い説が、一回今回のタコを保留にして、まあそちらのアップデートが先に来るんじゃないかなという説で、まあ前回紹介した幸運寺のアップデートあるじゃないですか、あちらだとか、まあ他のキャラクターの調整とかが、次のアップデートで入るんじゃないかなって言われておりまして、まあどういうことかって言ったら、海外のそのアップデートで夏限定のその海賊スキンみたいに出たんですよね。まあこちらなんですけども、で日本に来た時に夏が過ぎてたらこのアップデート全く意味がないんで、先にこの夏のアップデートを日本の方に持ってきて、その後にサバイバー追加してハンターを追加するんじゃないかなって予想してる人もいるんですよ。ただ今現状ハンターが結構少ない環境なんで、強力なハンタータコが普通であれば、まあ、追加されると思うんですけども、果たしてどうなんでしょうか。とりあえずまあまたね公式の情報が出たら紹介しますので、速報をお楽しみにしていただければなと思います。ということで今回はタコではなくて、はい、アップデートが入ったこちら反逆者レオの方をね使っていこうかなということで、まあ具体的にどうなったかとかパーセンテージまでは分かんないんですけども、とりあえずねパペットがめちゃめちゃ強化されて、鬼がこうめちゃめちゃ増えるらしいんですよね。まあ何言ってるか分かんないと思うんで、実際カスタムの方で、ゆっくり説明していくんですけども、さあさあではアビリティが溜まるまでこちら敵さんの方買っていきましょうか。ほっ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 、縛りつけるよっ、ほっほっ、さあさあこれでだいぶアビリティのゲージが溜まったということで、早速紹介の方やっていきましょうか。まあ、通常であればこちらの反逆者、こういった形でまあパペットを置くことができまして、まあ、例えば解除来るなと思った時にこういう形でスッて戻れるじゃないですか。まあ、これがやっぱ強さでもあるんですけども、こちらの反逆者もう一個、特殊アビリティが追加されまして、それがこの炎がメラメラメラって燃えてるやつあるじゃないですか。これを押すとよっ、はい、こういう形で分身を作ることができます。でこの分身なんと自動で動いてくれるということで、めちゃめちゃ強いわけじゃない、めちゃめちゃ強いかもしれないまあめちゃめちゃ強いというか、やっぱこうボットみたいな動きして、まあ敵を攻撃する前一回止まったりとかするんですよ。まあそういったところ、まあさすがロボットだなみたいな形ではあるんですが、まあ単純に敵の邪魔をすることができるんですよね。はい。まあ暗号解読に勤しんでるやつらを、まあこれで嫌がらせをして、音を出させたりだとか、またちょっとでもね、暗号解読を、まあ、遅くさせるという、まあ非常に強力な、技となっております。まあ何が強いかって言ったら、まあ例えばここら辺に縛り付けるとするじゃないですか。その周りでこいつを出すことによって、はい。近くの敵を索敵してくれるんですよね。まあそういったところ鬼が2倍ですよ。非常にまあ強力な、技ということで、よいしょ。こういう形でノーモーションに出すこともできるんで、例えばこう2人追ってる時とかあるじゃないですか。まあそういったところ、分身することによって二手に分かれたのを両方とも追いかけることができるんで、かなり強力なんですね。そうだから体勢を立て直すことすらも許さないっていうのがこちらのキャラクターとなっております。やっぱこうノーモーションに出せるっていうのはでかいよねこれ。はい、ということでこちらの強化ね、どれぐらい強いのかっていうのを公開マッチの方でやっていこうかなと思います。さあさあでは早速やっていきましょう。敵は泥棒ナース祭司2人かな、変わったね。泥棒ナース空軍、泥棒ナース幸運寺庭師、はい、なんかこうすごい配列というか初期スキンだね。ということで新マップでやっていきましょうか。このマップ結構広いんで、うまいことパペットとか使いながら、立ち回っていきましょうか。このマップは芸者だとか、この反逆者が結構刺さるんでチョイスとしては悪くないですね。さあさあとりあえず開幕はナース見つけたんで、こいつ追いかけていきましょうか。ナースだけは絶対隠し持ってきたい。待て待て待てーナース、よいしょ、オッケー、一発殴った。で板当てられました、よいしょ。さあすぐ立ち直って、そっち方も行ったかな。結構見通しが広いんでね、逃げる方も結構大変なんですけども、探す方もやっぱり大変。さあさあ奥に行って、いーよいしょ、オッケー、いいね。さあさあちょっとここチェイスされたらめんどくさいんで板壊しておきましょうか。さあ板壊して、どうしようかな、そっちが近いかな、まあ、こっちだったら逃げられても全然後で救出できるんで、よいしょ、一番遠くの椅子座らせましょうか。さあさあ椅子に座らせた、なんか大丈夫なんか幸運寺がなんかご両親やってきたけど大丈夫かな。さあさあとりあえずパペットだけ置いておいて、よいしょ。さあさあ次々行きましょうか。あー待て、泥棒いんな、これ一回置いとこっか、よいしょ。マジシャンが回収しに来るねこれ、よいしょ。
さあさあ、ナースが逃げる前に肉壁なってないところを狙う。オッケー、パーフェクト、いいね。さあさあ、泥棒さんがこれでどこ行く。一応破壊しとくか。よいしょ。まあ、こういう時にあれですよね、パペットですよね。よいしょ。さあさあ、もう一体のパペット頑張れ。ごついな、お前の体。蘇生してはないね。よいしょ、座らせて。待って、コウンジ逃げるな、これ。ほっ、お、一発パペットが殴ってるよ。でかいでかいでかい。これ強くない？ね。パペットがマジシャン攻撃してくれた。よいしょ、届かないか、それ。もう一回パペット出そっか。ほっ、パペット出して。近くいるね。さあ、飛んできた。よいしょ、オッケー、いいね。まあ、ある意味、抑止力ですよね。うん。まあ、やっぱりこう、パペットが1体出てるだけで、だいぶ抑止力になると思うんで、結構これでかいんじゃないか。ね、圧力にはなるよね。逃げられそう、やばい。逃げられた。結構やっぱ椅子の間隔が広いんでね、ここの庭師は結構強力なんですけども。逃げたね、敵。追いかけるか。さあさあ、そこにいます。いけ、頑張れパペット。ほっ、壊して。さあ追いかけろパペット。いいね、自分より足は速いよ。さあさあ、2人で追いかけるこの恐怖よ。で、そこで1回当てられます。お、当たってないね。しかも倒してるし、強くない。何、君すり抜けとかそういう技持ってんのね。このパペットってすり抜けんのかな。ね、多分攻撃食らうと思うんだけど、まあ、それにしても、まあ、1回分の板は無効化にすることができるんで、結構でかいですよね。うん。さあさあ、1回壊して。とりあえずパペットここら辺置いとこっかね。さあ、2個目のパペット置いて、もったいないんでリスも使っていきましょう。リスオンラインいるね、そこ。さあさあ、あれは誰だ、マジシャンかな。いるね、近く。戻って。よいしょ、逃げたね。ほっ、殴る。絶対逃がさない。てか普通にこれレオが強いんだよな。ね、キャンプしなくても絶対逃がさないマンだから、だいぶ強力だと思う。さあ、一応タイトを置いて。よいしょ、どこ行こっかな。リスン使っていこう。リスオンライン、周りいないね。あー、そっちの方でなんか映ってんね。さあさあ、どこにいるかな。暗号解読してるパターンかな。あ、いたね、いるいるいる。さあさあ、どうしようかな。これパペット使おうか。パペットのラインで、まずは一発殴りた。うわー、すごいチェイス。頑張れ俺のパペット、頑張れパペット。もうそこ殴ったらいけるんちゃう。ほっ、ナイス、ダブルキル、いいね。まあ、ダブルキルっていうか2連チャンだよね。強くないこれね。ワンパン攻撃が運良ければ持っていけるんで、これは強力だな。椅子がちょっと遠いな、これ。とりあえず連れて行きましょうか。間に合え、座らせる。よし、オッケー。さあさあ、ラストは庭師かな。ああ、どこいるだろうか。リスン、いるね、近く。これは一回逃げられそうだけども、マジシャンだけ確実に持っていくんです。オッケー。さあさあ、ちょっと庭師も一発殴っとこっかね。ほっ、オッケー。さあさあ、これでどっか連れていった。さあ、ここに縛りつけて、でパペット置いて。よいしょ。さあ、庭師探しに行きましょうか。どこ行った、あいつ。でラスワンだから地下室脱出狙ってると思うんだけど、どこら辺にいるだろうか。いなさそうだね。リスン、いたね、向こうか。追いかけよう追いかけよう。さあさあ、ラストパペットでしっかりと。あれ、どこ行った、あいつ。見えないな。いるいるいる。さあさあ、そこじゃあ追いかけていきましょうか、パペットで。いるね、これ絶対勝てんじゃない。いけパペット、レッツゴーパペット。待って、使えへん。おい、使わせてください。あと少し、たまった。レッツゴーパペット。さあさあ、パペットが一回行くよ。さあ、パペット行った。おお、強い。やっぱすり抜けてるよね、痛虫だよねこれ。強やば、これは、これはやばいね。うん、パペットいるだけだいぶ強いからな、これは強すぎでしょう。ということで、かなり強化されたこちらの反逆者レオ、まあ、非常に強力ですので、まあ、これが来た暁にはかなりレオが増えそうですね。ということで、次回アップデート何が来るかわからないんですけども、とりあえずまあ全部のキャラクターね、紹介していこうかなと思いますので、はい、こちらのタコ、そして、カウボーイ、あと香水のお姉さんかな、こちら気になる方はぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ふっ、あっ、ほっ、よいしょ、あいつはスナイパーライフル、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 
フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、いけた、やった、これ何、何これ何、スパイダー雲の皮、あ、ちょっとください、しまった、やめろー、何のキーが動かない、駐車止め、おーっしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。